この港に入ってくるたくさんの船たちの中には海外から来るものも少なくないわ。そんな長い航海をしてきた船員にとって私の体のシルエットはね、魅力的に見えるよね。そのせいか、多くの船員たちが私のところを訪れてくれるわ。その時に教えてもらうの。たくさんの音楽を、歌の大好きな私にとってはとても嬉しいひとときね。そして船員たち以外にも音楽を教えてくれた友達がいるのよ。それはこの港にも時折訪れる船、クイーン・エリザベスさん。名前が似ているからかしら、出会ってすぐに仲良くなったわ。彼女からはイギリスにあるという伝説的なバンドをご紹介いただいたの。なんでも私の名前と同じだっていうじゃない。こんなに光栄なことはないわ。それでは聞いてください。 We are the champion。 結構速入るので私もよかった。ワンワン、そんな頑張って歌なくていい。ワンワン、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 ワンワン。体力温存というか気合いだめというかサビで、楽しい時間はあっという間ね。お別れの時間になりました。私クイーンと象の花大合唱団との愉快なショーはこれで終わりですが、この後もまだまだ
スマートイルミネーション横浜2016のイベントは続きます。スマートイルミネーション。どうも皆さん、素敵な夜をお過ごしくださいね。若干カビな。まあ、いつか皆さんと一緒に歌える日を楽しみにしながら、私はここで横浜の海を見つめているわ。これからもありがとう。この後も良い夜を。良い夜を。